スラスラスラー、スイチャンネルです。日本で一番難しい入試英語は何大学何学部、明治大学経営学部2022大問3大問4やっていきましょう。さ、長文2題ね、やってきましたけども、まあ、この長文地獄からはね、一旦逃れていただきまして、大問3が、文法4択問題が、大まであったか15問ですかね。大問4で会話文中の穴埋め問題という形になっております。まあね、ざって見てみたんですけども、やはり私立文系らしくちょっと迷わしてくるようなものもあれば、ベーシックなものもあるというね、絶妙な感じの難易度になってるのかなと思いますのでね、まあ早速見ていきましょう。まずは大問3からどうぞ。早速 A からいきましょう。The company is approval from the board was fund manager. 承認を、どれだろうね。これね、まあ難問だと思います。正解は4番の Seek です。Seek approval で認めてもらえねえかなーって、なんかちょっと顔色をね、伺う感じを、出しており。ふぅ、なかなかこのコロケーションは出づらいような気もします。で、次もまたなんですよね。I just want to make sure we are all on the same with this. もうこれもね、すっごいマニアックなイディオム。なんですけども、正解はページですね。be on the same page で、まあ、足並みを揃えるっていう感じですかね。他の奴らが比較的思いつきやすい選択肢の中でページっていうのはちょっと独特なのかな。同じページの上に見なってますっていう表現もできなくないけどね。まあ、2番がちょっと独特かなってところで、なんかアンテナを張れる人が、勝てるのかなっていうね、ちょっとやらしいですね。この2問で出花をくじかれるんですが、そこでペースを乱したままにしてしまうと、この先はね、そんなに難しくないものが揃っているんで、しっかり立て直していきましょう。C はめちゃ簡単です。Our restaurant will be bankrupt. It's not for government assistance during the pandemic. なんか今時の話ですね。コロナ禍の話をしてるんでしょうね。政府からその補助金出してもらえないと破産するわ、レストランはね、って感じになってるわけですけども、It's not for っていうこの並びを見た瞬間に、あ、これは家庭法のあれだなと思ってください。正解は3番ですね。統治が起こってます。だから、if がないやつですね。はい。if は入れないようにしてください。家庭法でもね、最近は it was とかってやるっていう傾向はあるんだけども、これはさすがに決まり文句だから、was は使わないで、wa にしてくださいって感じになるかなと思います。Our increased investments in R&D are really starting to pay, なんだろう。はい。これはまたちょっとマニアックなやつに戻ってしまったかもしれません。pay off で報われるなんですね。努力は報われるってね、高見永が言ってるのはあれは pay off とね、言っちゃえばいいわけなんですよ。はい。pay off または pay back とね、言い方があります。これはちょっとマニアックだったかもね。pay で報われるに持っていくっていうのはなかなかちょっと思いつかない人も多かったかもしれないですね。It's not when they can get back to us with an estimate. まあ、これはなんとなく言いたいこととしては確かじゃないなと言いたいんですよね。はい。となると certain か sure なんですけども、ここは文法の知識を動員してください。sure は it is sure that なんていう形を取らないですね。certain が正解でございます。ちょっとここら辺はね、うまく詰められてる人、詰められてない人っていう差があったかもしれないですね。I wish her in her new job.これはまあ、または決まり文句というか、さらって言えるとかっこいいかもしれないです。3番は will ですね。ご活躍を期待しております。サチアレみたいな感じですね。It's at least 15 years since we lost as much as we did this quarter. これは時勢をどうしようって話だと思うんですけども、since we lost as much as we did this quarter.って書いてありますが、まあ、これは普通に完了を使えるタイプのね、フレーズだと思うんですよね。完了形っていうのは広がりを持つんですよね。だから過去と現在のなんか時間的広がりを持っていればいいっていう感じ。だから例えば last month とか yesterday なんていう過去のピンポイントな表現をポンと置いてしまうと広がりは出ないから、完了形は使うのは過去形にしろってよく言われるんですよね。
で、今回の場合は、あくまでもシースっていうのは、何々以来だからね、はい、ずっと広がっているって感じです。なんかちょっと後ろごちゃごちゃしてますが、広がりはちゃんとありますので、ここは2番、has been を使っていただければなと思います。なんか不安になるよね。裏を書いてるように見えて、まあ、裏を書かない問題でした。つまり裏の裏って感じなのか。まあでもちゃんと概念が分かっている人であれば迷わないかなと思います。By the time the circle is reached, Soyo Misaki, they're over 2,700 kilometers. これもまた時勢の問題ですけども、これに関しては、By the time the circle is reached ってなってるんですよね。reach どうじゃないんですよね。ってことは、まあ、まだついてないのかなと思ってください。ということなので、まあ未来完了にしてね、その宗谷岬に着いた時点で多分もう2700キロ走ってきたんだなってね、これも積み重ねですから、完了形を使えばいい。You have written ですね。4番が正解です。I am afraid that you can't delay any longer and must submit the paperwork. Delay any longer ってことは、もうこれ以上は伸ばせませんよと、さっさと出してくださいよってね、言いたいんだと思います。さっさとっていうの、アドバンスしかないですね。これは簡単だったかな。はい。I helped my family every day. Summer vacation. It was an extremely busy time. Summer vacation. 夏休みの間ずっとお手伝いしてたっていうことなんですね。はい。これも基本的な使い方です。まあ、during か while でね、迷っていただきたいんですけども、普通は迷わないでほしいんですけども、今回は summer vacation っていうね、名詞句になっておりますので、during が正解になります。Ride は接続詞の使い方ですので、その後に I was doing とかね、進行形を持ってくるんですね、while の場合はね。はい。Before she graduated, the career advisor helped her to find best suited to her qualifications. キャリアアドバイザーって言われてる時点で多分職探しなんだろうなっていう雰囲気がつかんでほしいです。彼女に職を探してあげる。職って表してのオキュペーションですね。はい。オキュペーション。これは単語の問題です。他はもう論外。はい。The manager requested that Mr. Smith, the new recruit in the next meeting. これもまた基本的なやつなんだけども、何も考えない人は2番を選んで玉砕する。ただ、それ以上に何も考えない人は、3単元忘れちゃったって言って1番やって偶然当たっちゃうタイプでもあります。まあ、3単元忘れたとかじゃなくてですね、ちゃんと説明をしましょう。リクエストっていうね、まあ、他にも recommend とか order とか suggest とかね、あると思うんですけども、これがざっと説を取るときって、仮定法現在みたいな使い方をするっていうやつですね。で本当はこれ、Mr. Smith should advise なんですね。でもこの should っていうのは省略しちゃっていいっていうね、雰囲気になっておりますので、省略した結果、三人称単数なのに S がついてないという謎構文ができるんですよね。なんなのこのいたずらってね、正直思うかもしれないんですけども、こちら三単元に S がつくなんて律儀にやってはいけません。should advise の should が省略されて1番でございます。ちなみに時勢のうちで3番とかね、そういうのもなしですからね、これは、ね。気をつけてください。Did you hear the news about Grace Enterprises? No, I know they've been losing money for a long time, but what happened? They are gone. カルロス gone. 関係ない。They? Bankruptcy. 破産に合うやつはどういうでしょうって感じですね。まあでも、これはね、2番を。深く考えないで選んでください。破産を宣言したですね。はい。まあ、この辺のコロケーションとかね、渡辺くんすごい悩ましいけども。はい。次、これは基本的な使い方ですね。Students in my class prepare their own lunch boxes every day. まあ、ほとんどの生徒はと言いたいわけですね。って言ったときに、どれが正しいでしょう。まず論外。3番、4番。はい。almost っていうのは副詞なので、それだけで単体で使うわけにはいかないんですよね。almost all。ね。all を修飾してるんですからね、あれは。ね。はい。almost を単体で使うなんてアホなことはしないでください。1か2なんですけども、2番の場合は most of の後に the students ってしなきゃいけない。most of って来たら特定されてるやつが来なきゃいけないんですよね。the students または them とかね、してあげないといけなくて、正解は1番。most students ですね。深さん、複数形になったら most っていうことになります。はい。Excuse me, but is Miss Green there? I'm a call. Suddenly, may I ask who's calling?
これは折り返し電話してるんですね。グリーンさんから電話があったんだけど取れなかったで折り返ししてますよと。 B はあなたの名前は何ですかって聞いてる感じですから、まあ折り返しとわかるでしょうかね。折り返し電話はリターンアコールですから4番が正解となります。はい、電話の表現はね、なんか意外と盲点になりやすいところなんで押さえておいてください。これアンサーもよく使うね。電話応対するっていう感じになるかな。はい、電話絡みはちょっと対策足りなくなりがちなんで本当に気をつけてください。で、会話文ですね。会話文自体はそんなに難しくないですし、まあ入れる箇所も5箇所なんでパパってやっていきたいところですね。はい、まあ、まず前書き見てみましょう。 Did Hannah both students in the Bursar English program? They were in an online class with her last year. Now they are meeting on campus for the first time. Hannah sees Jean walking. Hannah と Jean が今まではね、オンラインのクラスで、一緒に授業を受けてたんだけども、初めて対面するという形なんですね。初めて対面するっていうところをちゃんと押さえてくださいね。じゃないと A が選べません。はい、Jean, right, it's HannahGreat to meet you! ここもっと感情込めないといけませんか？坂上忍さんに怒られそうですね。おい、出せよ出せよ泣けみたいな感じで、ね、泣きそうです。泣きの芝居ないですね、これにはね。はい。Jean, right! It's Hannah! Great to meet you! 気持ち悪いね、失礼しました。Hannah, wow! I'm really happy to meet you! Face to face! ね、対面してるっていうことをね、言いたいわけですね。Face to face を入れてはい、Very, I'm so glad you could finally make it to Japan、ね、日本に来たぞってね、日本に来ることを達成しましたみたいな、ね、感じになっております。 Make it を入れてください。 Yeah, it was so weird last year going to university in Japan but living at home with my family in Korea and you know, I would most days with my Korean friends。ほとんどの時間を韓国の友達と過ごしました。まあ、ブラブラ過ごしてるっていう感じだと、やっぱ、ハングアウトね、入れる感じになるかなと思いますね。そう、今回選択肢は基本的に2単語から3単語のフレーズとなってるんですね。なんか説問を見たら、最も適当な文って書いてあるんだけども、文ではないような、フレーズって書けよって、ちょっとなんか、間違えて理解してるのかなって、ちょっと不安になるんで、そこしっかりしてほしいですね。はい。Yeah, that must have been strange. 本当ね、奇妙ですね。This feels much more like university. So, are you ready for class? I think so. But I kind of read things a little. So, the last few days have been really busy. なんかちょっと話題が切り替わりましたね。授業の準備できてますか？なんて話になってしたんだけどもね、ちょっとね、溜め込んでたって言いたいのかな？溜め込んでて、ここ数日は忙しかったですよと言ってるわけですね。溜め込んでるっていうのはなんかもう明らかなやつありますね。はい、パイルアップですね。パイルアップ溜め込んでいたということでございます。I think I'm a bit like you. A person.文として成立していないものが多いです。SV が揃っていないものが結構多かったりして、ちょっとなんか戸惑うかもしれませんね。ここも当然 SV がない。ただ名称を叫んでるだけってね、ちょっとなんかアホ臭い感じになっておりますけども、これはまあ要するに、私もそうなんだよね、と、最後まで溜め込んじゃうタイプの人なんだよね、ってことで。Last minute ですね。Last minute person。なんか砕けた言い方ですよね。Last minute person ってなんかちょっと悪口にも聞こえそうな気がするんですけども。はい。まあ、until the last minute でギリギリまで、なんちゃらかんちゃらみたいな、ね、感じになりますけども、last minute っていうこのコロケーションはぜひ押さえてほしいなと思いますね。ギリギリ、ギリギリでいつも生きている、あ、ごめんなさい。てな感じで大問4個やってきましたけども、まあね、読みやすくてやりやすいかなと思いきや、ちょこちょこなんかやらしい語法文法が問われているなっていう感覚はありますね。決して簡単ではないとは思うんですけども、まあ前回の動詞者よりはちょっと難しいにしとこうか。だから下から2番目っていうね位置づけに今回ランキングさせていただこうかなと思います。はい、基本の演習しっかりやってればマーチの中では比較的優しい方じゃないかなと思いますのでね、そこそこ仕上げていただければここは大丈夫かなと思います。そこそこ仕上げたら他の教科にちょっと、力を回してもいいんじゃないかなと思うくらいの、難易度かなとは思いましたんでね、まあ、ただ侮れないですかね。ちゃんとフレーズとかコロケーションまでね意識して英語の
学習に取り組んでほしいなと思います。辞書に載ってる表現とかね、長文に出てきた表現で、あ、これ汎用性高そうだなと思ったらもう吸収して、はい、 A last minute person で人をからかってみるとかね、してみてもいいんじゃないかなと思います。次回はどの大学の入試英語を解いていくんでしょうか。この動画良かったよって方、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。